んにちは。実は私最近目が良くなりました今2019年の5月なんですけど、約5ヶ月前にレーシックの手術を受けました。 0.03 ぐらいだったのかな、の視力が今は 1.5 くらい。初めてメガネを買ったのが中学1年生の時で、それからずっとメガネをして、そして19歳ぐらいからはコンタクトをつけていました。でね、やっぱりね、すごい不便。私バイク乗るんですけど、バイク乗ってたら風でコンタクトが片方外れちゃったことがあるんですよその時は本当に焦りました。こうやってね、目つむって運転して無事家にたどり着いたんですけど、まあ、そういうこともあって、ずっとレーシックしたいなってずっと思ってたんだけど、やっぱり勇気がなくて、目だから怖いし、まずはちょっとホームページで調べてみようと思ってこう検索したら、いっぱい事例もあるし大丈夫そうだし、なんか7万円からできるって言って、しかも日帰りもできるっていう、ちょっとなんかこうできそうかなっていうところで思い切ってやってきました。私は新潟に住んでるんですけど、東京の品川近視クリニックっていうところで受けてきました。実はその時の様子も動画に撮ってあるので、ちょっと見てください。どうぞ。これからレーシックの手術を受けたいと思います。今日はメガネとすっぴんで来てくださいって言われたので、こんな感じなんですけど、あと数時間後でもうこの世界が全部見えるようになると思うと、すっごいワクワクしてます。帰りはこのメガネ捨てて帰りたいと思います。外しちゃった今ここはクリスピークリームドーナツ初めて来ました。新潟にはないです。朝食を食べてから行きたいと思います。今レーシックの手術前に銀座スカイラウンジにやってきました。午前中から病院でいろいろレーシックを受けれるか適性検査をしたんです。でレーシックと ICL っていう2つのパターンがあって、私は ICL の不適合で ICL の手術は受けれなかったので、1日レーシックっていうものになったんですけど、もう今3時40分で4時から手術が始まります。あともう少しでちょっと人生が変わっちゃうかもしれないので、すごい楽しみなんですけど、じゃあ行ってきます今手術が終わったんですけれども、ちょっと正直ちょっと怖かったです。だけど、まあ、無事先生の言う通りぼーっとしてたら終わりました。でもね、今よく周りが見えないんですよ。周りが全部白くぼやけてって、なんか字とかもはっきり見えないし、メガネ手術終わったらメガネ捨てて帰ってくるって言ったんですけど、なんか不安でメガネ持って帰ってきてしまいました。だからなんかちょっとテンションもちょっとそんなにまだわー見えるみたいな感じが全然言えなくて、この白い霞んだ感じは本当に治るのかなっていう感じで今ちょっと不安です。これはなんか目を乾燥しないようにとか、バイ菌が入らないようにだと思うんですけど、こう保護するもので、これはなんか1週間ぐらいつけなきゃいけないみたいです。寝る時もつけなきゃいけないみたいです。で、術後1時間おきとかに痛み止めの目薬とか刺します。乾燥しないように保つそうです。ちょっと経過がどうなるのか見てみたいと思います。今手術終わってから1時間ぐらい経ちました。まだぼやけてよく見えないです、近くも遠くも。でもとりあえずご飯食べます4時間ぐらい経ったけど、だんだんもうクリアに見えるようになってきて、なんかすごい上の方の木もすごいはっきり見える。すごい、さっきまでぼやけてたからもう本当に不安だったんだけど、だんだん本当によく見えるの翌日に診察を受けなきゃいけないので、また病院に戻ってきました。昨日はすごい霞んで見えた景色が今すごいよく見えるようになりました。これで視力がどれぐらい上がったか、これから目に異常がないかとかも見ていきたいと思います。こうフ今診察から帰ってきたんですけど、視力
1.5 ありました。なんか手術の翌日はまだ視力がこう安定してないから、そんなに視力上がらない人もいるみたいなんですけど、私はもう結構 1.5 までいってるので、もしかしたらもっと良くなるかもしれないです。そして昨日は不安で捨てられなかったメガネももう必要ないので捨ててきました。じゃあ目も見えるようになったので、これからちょっと渋谷に人に会いに行きたいと思います。でもちょっとアイメイクができないのが、まだ明後日ぐらいからできるみたいなんですけど、今日はアイメイクができないのがちょっと残念なんですけど、まあ、目が見えるようになったのでちょっと買い物でも行ってきたいと思います。はい、まあ、こういう感じで手術を行ってきたんですけれども、手術は怖かったです。本当に怖かったです。何が怖いかっていうと、部分麻酔なだけで意識は全部あるんですよ。それでこう上向いて目を機械でグヨインって開けられるんですけど、この開けた状態でなんか水がジュワーってかかったりするんですけど、それが全部見えるんですよ。普通だって普段の生活でこうやって水がかかる様子とか見えないじゃないですか。でもね、その手術の時は、その手術の時は本当になんか全部が見えて、すごい不思議な体験でした。そしてなんかこのね、膜をペローって剥ぐのとかね、見えるんですよ。これ多分こんなこと言うと怖くなっちゃうかもしれないけど、本当にそうで、それはねちょっとドキドキしました。もう目もつぶれないし固定されてるから、で動いたらなんか手術失敗されるんじゃないかと思うから、もうずっと動かないようにして、まあ、ドキドキしてました。でも手術は多分ね5分もかかってないのかな、すごい早かったです。あっという間に終わります。痛みはなかったかな、痛みはない。麻酔も目薬だし、ただね、その手術が終わった後、こうやって抑えながら何にも見えない状態でなんか待合室に行って30分目開けちゃいけないんですよ。そして30分経った後にこう目開けるとすっごいぼやけてるんですよ。私のイメージでは手術が終わったらこう目を開けたら、わーって今まで見えなかったものが全部見えるのかなっていうイメージをしてたら、もうぼやーっとしてるから、失敗したのとか思って、ちょっとすごいちょっと不安でした。レーシックの値段は高かったですね。もともと行く前に調べたら7万円でできるって書いてあったから、7万円だったらいいなと思って行ったんですけど、結局ね、行くといろんなコースがあるんですよ。これとこれとこれどれがいいですかって言われて説明されるとね、やっぱりこうね、人ってね、いいのを選びたくなるんですよ。なんか目だから心配だから、やっぱりよりいいのがいいのかなって思ってしまって、ついつい高くなってしまう。で、そう、結局そのレーシックが終わった後に角膜強化手術みたいなのがあって、その角膜を強化するといいですよみたいな感じで言われると、やっぱりそれもした方がいいのかなって思ってね、またそれもしてきました。だからレーシックの後にその角膜を強化するっていう手術も数分やって終わりでしたね。お値段なんですけど、結局レーシックの手術は約30万円かかりました。そしてその角膜強化手術もしたんですけど、それも30万かかりました。角膜がすごいちゃんとしてる人はしなくてもいいと思うんですけど、私角膜が薄いって言われたんですよ。それでそれもやることになったんですけど、だけど私は友達に紹介してもらっていたので、紹介してもらうと5万円引きっていうことで55万円でやることができました。行った日はね、ほんと7万円でできるって思って、新幹線代が2万かかっても、まあ、10万以内でできるなーなんて思ってたら、もう当日行ったら55万でびっくりですよ。だからもしこれから行く人はそういう可能性も考えておいた方がいいと思います。まあ、でも今後はコンタクト代もかからないし、メガネ代もかからないし、そういうコンタクトをはめる手間とかもないし、まあ、それを考えたら良かったのかなって思います。今手術をしてから5ヶ月ぐらい経ってるので、デメリットなんですけど、やっぱりね、手術をしてからすごい目が乾くようになりました。もともとコンタクトの時もすごい目が乾いてずっと目薬をさしてたんですけど、その目薬をさすっていう行為はほとんど変わらないぐらい目薬さしてます。いつもこういう
涙の成分みたいな、あんまり防腐剤とかこう入っていない小分けになってる目薬をずっと刺してます。術後にこう眩しさを感じやすくなるんですよ。夜道を車で運転してる時とかは街灯が眩しかったりするのが気になりました。でもね、もう最近そんなに気にならなくなりましたね。だんだん良くなってくるみたいです。デメリットはそんぐらいかな。メリットなんですけど、メリットはね、もうね、朝目が覚めた瞬間から見えるっていう、それがすごく嬉しいですね。前はね、朝起きるとなんか見えなくて、メガネ探してこうやって入れてみたいな。あとね、コンタクトしなくてもいつでも出かけられる。あとコンタクト代かからない、メガネ代かからない。あとこの間すごい良かったのが、海外旅行してきたんですけど、やっぱりね、コンタクトやメガネを準備しないで旅行行ってもしなくていいっていうのがすごく楽でした。あのね、結構旅行行く時とかコンタクト足りるかな、これでいいかなと思っていっぱい持ってったりとか、なんか万が一外れたらとか、もう目が見えなくなったらっていうのを考えると結構不安なんですよ。いつも気にかけてたので、そういう心配がないっていうのは本当に良かったです。旅行で、あと飛行機に乗った時とかに楽でしたね。そのまま寝れる、いつでも好きな時に寝て起きてっていうのができる。コンタクトだったらそのままうたた寝できないし、その辺はすごい楽でした。あとあれかな、何かこう災害が起きた時とか地震が起きた時にそのまま逃げられる、目が見える、それは便利かなと思います。レーシックをやりたいなって、でも怖いなとか悩んでる方いらっしゃると思うんですけど、まずよく調べるっていうことと、実際にその手術を受ける前に診察をして説明を受けてからやめることもできるので、まあ、聞いてみるのもいいのかなって思います。私はこの動画でレーシックの体験談はお話ししてますけれども、特におすすめはしてないんです。これ、目のことって本当にすごいデリケートで、人によって全然違うと思うし、絶対大丈夫って私も言い切れないし、私もすごい不安な部分もあったので、これからレーシックをする方はやはり自分でよく調べて自分の責任ですることが大切だと思います。今日は私のそのレーシック手術を受けて目が良くなったっていう体験談でした。最後までご視聴いただきありがとうございます。またこれからも皆さんのお役に立てるような動画をどんどん配信したいと思いますので、この動画が役に立ったとか参考になったっていう方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。そして海外旅行に行った動画も後日アップしたいと思いますので、楽しみにしていてください。バイバーイ。